はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ユニバーサルシティのね、すぐ横にある、こちら桜島駅ですね、そこから徒歩1分のところにある、新しくできた、リーベルホテルですね、こちら、2019年の、11月13日オープンということで、今日はね、先にちょっと中を見せてもらえるということで行ってみましょう。今日はね、ちょっと内覧会ということで、先に、入らせてもらいます。いや、綺麗な建物ですよね。はい、今日はね、948、結構ね広い部屋、泊まらせてくれるということで、今からエレベーター乗ってみようと思います。エレベーターで9階に参ります。ユニバーサルスタジオジャパンへようこそ。いやー、綺麗な新築の匂いがしますね。ありました。さっきおるかな。お邪魔します。あ、誰もいない。おお、こんな感じか。こんな感じなのね。今日はね、男3人、タコ部屋初めてみたいな。結構ね、ナチュラルなウッドで、まあ、ちょっとおしゃれな、オシャンティーな感じしますよね。丸い鏡。これなんでしょうね。お、洗面台。ああ、まあ、綺麗ですよね。まあ、人は一人、頑張ったら二人入れるかな。お風呂、あ、お風呂こんな感じね。ユニットバス、新品のユニットバスですね。いや、本当に新品なんでね。で、こちらが、あ、トイレね。もうトイレ、ウォシュレット。まあ、この三角折りね。まあ、いいですよね。まあ、トイレは普通でした。まあ、あと、こういったね、金庫がついてたりとか、これなんでしょうね、これね。あと、スリッパね、スリッパ。で、まあ、ちょっとオープンな感じのクローゼットがついております。で、水ですね。水はフリーということで、まあ、ざっとこんな感じですな。これ、空気清浄機ついてますね。いいね。なんか、こういうところ、ほら、タッチパネルですね。エアコンオンにしとこう。あ、スーパー。ホテルインフォメーション。なるほど。恥ずかしい。男二人恥ずかしい。今からちょっとね、充電、iPhone 充電しようと思います。これね、こういうところにね、ちょっと隠れ扉がありますんで、皆さん、ここで充電してくださいね。ほら、ちゃんと USB もあるよ。今ね、テラスに出てきました。すごい綺麗。これめっちゃ綺麗な。わー、これホテルね。3階から、テラスの方に出れます。これデートスポットやな。今私一人で寂しく来ております。暗くて見えないんですが、何これ、ベッドのような、ソファーのような。1階にね、ユニバーサルスタジオストア発見。ちょっと見てみよう。これね、定番の。こんなんの。すごい。これ、バナーナ。やっぱね、スヌーピー人気ですよね。こんなね、ロビーは結構オシャンティーな感じで、ソファーがいっぱいありますね。いや、今日はね、内覧会ということで、いっぱい人が来てます。こっちね、ちょっと映せないんですけど、1階のね、ホールはね、すごい広くてね、開放感があります。元気です。しげもんです。めちゃくちゃ元気。今こんな感じで、今から食事行きます。やっと店内入りました。15分ほど待ちましたね。本日もお待たせしました。はい、ご案内します。お腹すいた。じゃあどうも。お疲れ様でございます。
いただきまーす。いただきまーす。今日はなんか豪勢で、エビばっかりやけど豪勢や、豪華豪華。今からね、帰ります。帰りますけど一駅なんですよね。ここね、ユニバーサルなんですよね。はい、夜のリーベルホテル戻ってまいりました。いやもうね、だいぶ、周りは暗くなって、あ、中綺麗、中綺麗な、やっぱり。はい、こちらね、リーベルホテルの1階にある、バーに来ております。バー&レストランということで、こちらジャック・ダニエルソーダ割りいただきます。お疲れ様です。はい、お疲れ様でーす。コーヒー、一人コーヒーおる。お疲れ様でした。もう夜中の22時50分ですね。もう寝ます。いや、お風呂に入ります、はい、楽しかったですね。楽しかったです。ちょっと飲みすぎて眠くなってしまいました。うです、ね、うん、どうもおはようございます。今から朝食ということで、パンがね、あるんですけど、これバリューミューズのパン焼き器ですね。これポーヤリーノ、イレーノ、ふっくらパンがね、できるっていうやつですね。すごい、曇ってるわ。もうええんかな。はい、朝ごはんね、いっぱいありすぎて、こんなほら、肉、お肉もね、ありました。疲れるか。たこ焼きもありました。たこ焼き、お好み焼き、串カツ、大阪コーナーもありますね。じゃあ皆さん、どうもどうも、いただきます。いただきます。はい、朝がね、やってきました。いや、ここね、すごい、やっぱこの、ロビーというか、これね、デッキというか、ここすごいね、やっぱすがすがしいですよね。おはようございます。どうもーす。こっちを撮ってっ、もう閉めようかなと思って。あ、そうですね、もう、はい、ちょうどいいですね。はい、長い動画になりましたが、今日はこの辺で終わろうと思います。じゃあ、どうでした、リーベルホテル、皆さん。めちゃんこ綺麗でしたね。綺麗でしたね。すごい快適ですよ。スパがね、すごく良かった、うん。上のスパ良かったですよね、うん。ちょっと動画では映せないんですが。テラスもいいです ね、 ね、ここね。テラス最高、お風呂最高、うん。結構これぐらい大きいね、ホテルで、あんな、なんかサウナ的な、ああいうスパあるって珍しいですよね。必要なものは全部揃ってて、快適に過ごせる空間がありましたね。すごい。ということで、皆さんぜひともユニバーサルスタジオジャパンへ来るときはリーベルホテルへ来てね。俺も一人だけだじゃない。はい、決めてないから。あ、合わせるからじゃない。合わせ来てね。そう、合わせてって言ってなかった。テイク2行きます。そこの部分だけ、最後だけ、ラストだけ。では皆さん、ユニバーサルスタジオジャパンへお越しの際はリーベルホテルへ来てね。いいんじゃないですかね。